金曜日18時になりました。西陣180今川です。今日はちょっと単独回で、お話をさせていただきます。皆さんからリクエストもらってた、着物色筆、帯揚げを作ったのでご紹介させてもらいます。小物でもう一色色追加してやろうっていう風にしてあげるとコーディネートの全体のイメージが変わってくる。こんな風に、こちらとこちらのブルーで印象が変わってくるかと思います。まあ本当にここにもピンクがあるんでっていう風なストーリーにはなっちゃうと思うんですけど、はい、こういう使い方していただきたいなと思います。今回の作った帯揚げのシリーズ、ちょっと名前もこだわって、はい、商品名はちょっと見かけないサイドの高い帯揚げという風な名前にしました。確かにちょっと見かけないですね。はい、はい、実はね、この生地を染めてくれてる業者さんから、はい、こんな色で過去染めたことないからって言って、実は見積もりよりもちょっと価格アップさせてくれっていうご相談を受けました。ちょっと端から説明していただいていいですか。はい、出来上がってから今回 の, それぞれの色の名前をどうしようかなと思ったんですけど、今回はちょっと遊び心たっぷりに地名で作ってみました。はい、こちら、はい、関西の桜の名所吉野、から取った吉野っていう色、名前になっております。はい、こちら富士山の絵描くときによく上白に描いてみたいな描き方しますよね。はい、ということで、富士というタイトル。はい、はい、こちらは、はい、透明度の高い湖として有名な、北海道の摩周湖をイメージして、摩周湖っていう名前になります。はい、次のこちら、はい、はい、横浜の、はい、赤レンガと海というテーマで横浜というタイトルになりました。あ、なるほど、横浜っぽいですね。でこちらはやっぱり松の名所として有名な松島から取って松島という名前にしました。はい、これちなみに配色も全部今川さんが考えられたんですか。そうです、配色出して実は全部1枚ずつ実際色を染めて、はい、微修正をして最終出来上がりました。はい、ロゴも刺繍ですかね。はい、これ、はい、ミシン刺繍なんですけど、はい、着物色譜のロゴ、はい、織り込んでますんで、はい、たくさん色があってすごく綺麗なんですけど、その帯揚げどうやって選べばいいのかみたいなコツを教えていただいてもいいでしょうか。はい、まあコツというか、実は今回、はい、実際ご連絡いただいた話で、はい、ブルーが、このブルーと、はい、このブルーがある。あ、はいはい、でグリーンもこんな感じでグリーンが2色あるとかっていう形で、どっちの色にしようかなって、はい、悩んでますなんて声があったんで、はい、ここから例えばこの2色をこのコーディネートに合わせてみて、どんな風な印象になるのかっていうのをご覧いただきたいなというふうに思います。あ、ぜひお願いします。はい、じゃあまずグリーンから始めようと思います。はい、この着物は今川さんとこのお召しですかね。はい、弊社のお召しに、弊社の帯、ギャベラクダという名前の柄になります。はい、はい、帯締め何乗せましょうね。ちなみに今横にマヨさんもいるんで相談してます。急にフラッと責任重大やんか。どうしようかな。例えばこういう感じで、うん、で同じグリーンでも今度この松島のグリーンに変えていきます。こうなると当然のせる帯締めもちょっと先ほどのレモンイエローからこういう黄色を合わせたくなってくる。はい、で先ほどの摩周湖のグリーンですと、割とモダンな色の小物合わせになって、こちらの松島のグリーンになると金茶とかちょっと和っぽい色を持っていきやすいのかなというふうに思います。ただ、こちらの松島、和の色というよりは実は本当にちょっと見かけないぐらい彩度の高い色なんで、色相としては和の色なんですけど、彩度をしっかり上げることによってちょっと違うっていうコーディネートができてくるかと思います。確かにすごい存在感ありますね。ね、ちょっとこういう風にきつい色を入れてあげると、コーディネートの幅が広がる。うん、
前小物のコーディネートの時にも言いましたけど、小物を適当に選ぶというよりは小物でもう一色色追加してやろうっていう風にしてあげるとコーディネートの全体のイメージが変わってくる。はい、要は同じ着物と同じ帯だけど小物を変えるだけで印象が変わってくる。はい、ね、もう一回戻してみようか。この調整でお出かけするシーンをちょっと変えてみたり今日の気温で合わせてずらしてみたりみたいな風な楽しみ方もしていただけるかなというふうに思います。こちらとこちらのグリーンの違いについて検討していただけるかなというふうに思います。はい、じゃあ次行ってみます。はい、はい、こちらは弊社のお召しで島の切り替えという、お召しになります。こちらの帯はモスク模様という帯になります。今回はこの富士のブルーと横浜のブルーこれを、こちらにコーディネートしたいと思います。結構あの帯揚げは沈めた色の雰囲気なんですけど真っ黒じゃなくて、色がついてるのは分かっていただけるかと思います。はい、はい、こちらの場合はちなみに帯締めはもうねパシッといきたいけどこれかこれかなどっち行こうかなじゃん、うん、私ならそれじゃん、うん、どっちもいいですね。いいよねこれ。じゃあ次あの帯揚げの方をこちらの富士のブルーに変えたいと思います。はい、はい、なんか同じ青だからそんなに変わんないんじゃないかと思ってしまいますけど、ね、じゃあこういう感じで富士山になっちゃうこういうのもありかなと思います。ガラッと印象が変わったかなと思います。こうなると個人的には先ほどの帯揚げの方が僕的には好みかなと思います。横浜ですね、はい、この帯揚げの時に載せた帯締めなんですけど、はいはい、こちらとこちらで、はい、なるとなんかこれでは色がちぐはぐかなという印象が個人的にはしてきます。うんうん、はいはいはい、はい、これはあの以前ショート動画か何かでご紹介させてもらった帯揚げと帯締めの主従関係というパターンですね。はいはい、こちらよりよりビビッドな色より目立つ色を帯締めに入れてあげることによってこうこの中にこのブルーは入ってないんだけど帯揚げに入ってることで唐突な色じゃなくってスムーズに色を加えれるストーリーをつけるっていう風な、コーディネートの仕方をしました。こんな風に、ね、こちらとこちらのブルーで印象が変わってくるかと思います。はい、じゃあもう一つこちらお召しの流水島と呼ばれる文様とこちらの袋帯つづれ段市松というのにコーディネートしていきたいと思います。はい、今度はこちらの、はい、吉野のピンクと横浜の赤で合わせてみたいと思います。はい、はい、まあ本当にここにもピンクがあるんでっていう風なストーリーにはなっちゃうと思うんですけど、はい、こういう使い方していただきたいなと思います。まあ、もうこの帯揚げを多分使ってくださる時点で結構こう元気な色ポップな感じに着るぞっていうことなのかなと思うんで、あえてオレンジ色うちの中でも一番着物色の中でも一番元気なオレンジ色という形で、みかん色を乗せてみました。じゃあ次帯揚げ変えてみましょうか。はい、はい、ちょっとかっこよくなってきたよ。確かにかっこよくなりましたね。ちょっと女の子らしい可愛い、可愛らしい、うん、なるほど。僕はあの吉野のピンクの方が可愛らしくなると思い込んでたけどこの一号を持ってくるとぐっと可愛らしくなって、うん、いいかな、うん、結構サイドの明度の低い色なんであえて明度の低い色を入れてあげてこう、うん、かっこよくまとめるのもいいかと思ったんですけど本当にこれだけで印象変わってきますよね、うんうんうん、かっこいいけどちょっと可愛らしさを残すみたいな、うん、
なるほど、まあ、こんな風に、はい、同じ赤系だけど、先ほど提案した青系だけどグリーン系だけどっていう形で、実はそれぞれ使えるコーディネートのイメージが変わってくるのかなというふうに思います。ということで、はい、着物色譜ならではの、はい、非常にサイドの高い色、ちょっとサイドのちょっと見かけないサイドの高い帯揚げのご紹介になりました。あ、ちなみに迷った時は今川さんに相談してもいいでしょうか。はい、どんどん相談してください。こんなコーディネートに使いたいんだけど、どんなバリエーションがあるんだろう。今回もこちらとこちらで印象が変わったように、うん、はい、どれが正解というわけではないんで、何パターンかのご紹介させてもらえたらいいなというふうに思っております。はい、以上、ね、着物色譜で作った新作の帯揚げを使って、コーディネートのご紹介させていただきました。今日の帯揚げってどこかで買えるんでしょうか。はい、着物色譜っていうサイトで買えるんで、はい、動画説明欄に、リンクを載せておきますんで、よろしければご覧になってください。はい、また来週。